カロル・フェルディナント・バザは、ポーランド・リトアニア共和国のブロツワフ領主司教、プーツク司教、シレジアのオポーレ公、ポーランド王、ジグムント3世と、その2番目の妻で神聖ローマ皇帝フェルディナント2世の妹であるコンスタンツェの間の息子として生まれた。ポーランド王ブワディスワフ4世の異母弟、ヤン2世の同母弟である。カロル・フェルディナントは芸術の偉大なパトロンかつイエズス会の支援者でもあり、ワルシャワのイエズス教会に銀製の祭壇を設けたことで有名である。1640年代、ワルシャワ宮廷に仕える建築家、ジョバンニ・バッティスタ・ジスレーニは、ワルシャワ王女を囲む要塞の北側の保塁に、カロル・フェルディナントのための宮殿を建設した。しかしこの宮殿は1650年代の大洪水時代に、スウェーデン軍とブランデンブルク・プロイセン軍によって、略奪、破壊されてしまった。またカロル・フェルディナントは、ビシュクフに大きな木造の宮殿を建造させていたという。ありがとうございます。